第4試合スーパーフェザー級の8回戦です。赤コーナー128番の門江に宝石ジム所属小堀雄星、青コーナー127番の4分の1先輩ジャッジ桂木明彦、同じく浅尾和信、同じく浦谷信明、レフリー鮫島栄一郎。58キロの契約ウェイトで行われます8回戦です。赤コーナーは門江宝石ジムの小堀雄介20歳です。対する青コーナーはセンター美佐子ジムのシャクソン全雄23歳です。まもなく第1ラウンドのゴング、第1ラウンドのゴングが鳴りました。白いトランクス門江宝石ジムの小堀雄介、一方黒いトランクスセンター美佐子ジムのシャクソン全雄です。白いトランクスの小堀は右のボクサーファイタータイプ、比較的オーソドックスなボクシングを展開していきます。一方黒いトランクスのシャクソン全雄は右のファイタータイプ、前に出てどんどん積極的なボクシングを展開していくのが、シャクソン右、小堀の右当たった、バランスを崩したシャクソン、出鼻に左パンチを当てた、小堀が詰めていく、しかしここはシャクソンがクリンチに逃れます。第1ラウンド開始と同時にいきなり小堀のいいパンチが当たりました。小堀のいきなりの右のパンチ、シャクソンのテンプルの当たりを捉えました。出鼻をくじかれた形の黒いトランクスシャクソン全雄です。さあ、がぜん勢いに乗っていくか、白いトランクス小堀雄介、7戦6勝3つの KO 勝ちがあります小堀です。現在4連勝中、今日の試合に5連勝を目指します。さあ、第1ラウンドの立ち上がり、いきなりワンパンチでまずペースをものにした小堀です。左から右詰めていく、左返すシャクソンです。右のボディを打ち返す、左を返すシャクソン、両者とも右構えです。打れ落ちます。小堀が身長170センチ、シャクソンが身長166センチ、体格では白いトランクス小堀が上回っています。左が当たりました、左を伸ばす。本来ですと距離を詰めていくのがシャクソンのボクシングなんですが、まず立ち上がりはゆっくりと距離を取っていきます。出鼻をくじかれた形のシャクソンです。ワンツー、積極的に前に出ていくのは白いトランクスの小堀、じりじり距離を詰めていきます。ここもまずは距離を詰めていこうというのが小堀です。左をワンツー、右のボディを返していったシャクソンです。シャクソンは神奈川県伊勢原市にある明蔵寺の副住職という肩書きを持っています。異色の僧侶ボクサーです。今日が A 級初勝利を目指すという試合になっています。左を打つ、白いトランクスの小堀はこれが初めての A 級です。6回戦を2勝ストレートで上がってきました。その勢いのまま今日の A 級のこの試合、 A 級デビュー戦の勝利で飾ろうと序盤から積極的なボクシングを見せているのが白いトランクス小堀雄介です。左から右、左フック、まずは第1ラウンド白いトランクス小堀がペースを握っています。シャクソンが前に出ていきます。じりじり距離を詰めようという小堀の低い姿勢、左から右、右が当たった、右のボディを返してシャクソン、左のフック、左のフックを果たしながら回っていきました。右、左、右のパー、右、右のフック、左、ここで第1ラウンド終了です。赤コーナー小堀雄介、門江宝石ジム競技、昭和54年7月生まれ、千葉県千葉市出身、デビュー平成12年2月、戦績7戦6勝1敗、6勝のうち3つの KO 勝ちが加えております。青コーナーシャクソン全球、センター佐藤ジム所属、
昭和53年9月生まれ、神奈川県伊勢原市出身。デビュー平成11第1ラウンド序盤に白いトランクス小堀がペースを握る一発当てていきました。シャクソンに当てていきました。カドウミ宝石ジムの小堀雄介20歳です。高校2年生の時にボクシングを始め、アマチュアで15戦を経験、関東大会で2位という実績を持ちます。平成12年2月2ラウンド KO という勝利でプロデビューを果たしています。現在戦績が7戦6勝3 KO 1敗、現在4連勝中の小堀です。試合は第2ラウンドに入っています。第1ラウンド一発のパンチで一気にペースを握っていった白いトランクスの小堀です。小堀は今回の相手のシャクソンのことを、スタミナでガンガン前に出てくるタイプだろう、前に出てくるところにジャブを当てて自分のボクシングをすると試合前には話していたんですが、まずは自分の一発のパンチでペースを握ることに成功しました。一方のシャクソンとしては今回の小堀に対しての情報は全くなかった、攻めていくところと守るところをしっかりと見極めることがこの試合の鍵と話していました。ただ第1ラウンドを出鼻をくじかけるパンチを食らい、第1ラウンドは若干引き気味に試合を展開した黒いトランクスのシャクソンです。第2ラウンドペースを取り返すことができるか。第2ラウンドリング中央で展開されています。白いトランクスが小堀、黒いトランクスがシャクソンです。左から右、右のボディを打つ、ボディの連打はシャクソンです。右のボディ、左のフックを返していきました。小堀右のボディ、ドスンという重いパンチを打っていきます。最近になってメキメキと実力をつけてきたとトレーナーの田中義民トレーナーも話しています。これまではオープンブローが多く、なかなかダメージを与える攻撃がなかったと話していました。しかし最近ではようやくナックルが返るようになり、相手にダメージを与えるパンチが打てるようになったんです。白いトランクスの小堀がそう話しています。さあ第1ラウンドにいい一発を当てました小堀。第2ラウンドに入ってもいいパンチ、タイミングよく打っていきます。ワンツー、右のボディ、低い姿勢になるのはシャクソンです。右のフック、左ボディ、ドスンという鈍い音が聞こえました。ワンツー、しっかりとジャブから、そして右を打っていこうという小堀です。ガリ、一方のシャクソンとしてはまず序盤は相手のことを見ていこうというふうにも話していたんですが、出鼻をくじかれた形、やや引き気味に今日はボクシングを展開しています。右のファイタータイプのシャクソンです。左から右、ワンツーワンツー、右へバランスを崩した、左のボディ詰めていく小堀、ワンツー左、さあ打ち合いになる、ここは一旦距離を取った直前、まず右から左、右のフック、ワンツー左、低い姿勢になります。一旦離しました小堀、ん、右のまぶたのあたりを切りました。あ、かなり激しく出血しているようです。右の眉毛の下あたりでしょうか。あ、血が噴き出すようにかなり広く傷が開いたようです。パンチングによるカットだというふうにレフェリンは今判断しましたが、かなり激しく切れています。今試合は中断されています。あ、訂正されました。今バッティングによるカットということです。周りのジャッジからの判断を聞き訂正されました。バッティングによるカットです。あ、しかしかなり激しくこの血が流れ落ちています。試合は再開されます。今レフェリーから注意が与えられました。サクソンです。さあバッティングにより小堀の左の右の目の下あたりに、右の目の上あたりにカットがありました。試合は再開されています。左、ワンツーワンツー、勢いよく前に出ていく小堀です。ここでラウンド終了です。第2ラウンド終了です。小堀選手、2名の上をカットに行きました。これは偶然のバッティングになりますカットです。
第2ラウンドに赤コーナー角帯宝石ジムの小堀裕介、右の目の上あたりをカットしました。バッティングによるものだということなんですが、かなり激しく開きまして、今は血はなんとか止められていますが、結構深さもあるようです。この気づい感によっては試合が途中で止まるという可能性もあります。試合は第3ラウンドを迎えます。第3ラウンドが始まりました。58キロの契約ウェイトで行われています8回戦です。白いトランクスの小堀は右の目の上に傷を抱えています。この傷がさらに開くようになると試合が止められるという可能性もあります。第1ラウンドにいいパンチでペースを握った小堀です。しかしこのカットによって試合の展開がどのように変わってくるのか。ワンツー、勢いよく出ていきました小堀です。ペースを与えない、相手にペースを与えないためにもまずは自分から出ていこうという小堀です。左から右、距離を詰めていく積極的なボクシングを第3ラウンドに入っても小堀が展開しようとしています。しかしシャクソンの方としてもここら辺から前に出てくるか。しかし小堀だ、小堀が行く、小堀がまとめる、左から右、細かいパンチ連打、シャクソンを返す、シャクソンの右、右は小堀、右ラッパーシャクソン、大きなパンチ、リング中央、右のフック、左、小堀もそしてシャクソンもこのラウンドになって出てきました。一気に打ち合いが展開される第3ラウンド、またやや小堀の目の上から血が滴り落ちてきました。若干ではありますが血がまた滴り落ちてきました小堀です。左、小堀の左、リング中央です。左、第1ラウンド第2ラウンドは打たれると下がるというシーンがあったシャクソンですが、このラウンドは下がりません。前に出ていく本来ファイタースタイルのシャクソン、本来のボクシングを展開し始めました。前に出ていきます。左から右、シャクソンの右、左から右、返すのは小堀、ワンツー、右、左右のパンチを打っていくのは小堀です。58キロの契約ウェイト、これまで小堀はフェザー級で試合を行ってきました。今日は若干階級を上げての試合ということになっています。減量が楽になった分だけ練習に集中ができる、これまでは何かが食べたい、何かを食べてないとやってられないという感覚があったが、最近ではそういうことを考えずに練習に集中できるんですと話していた白いトランクス小堀です。右、この試合でも集中しているところがよく伺えます。さあ今ロープを添えました、右を打ったのシャクソン、左、現在4連勝中、勢いに乗っている小堀、右を打ったのシャクソン、右のアッパー、これから右、詰めていく、ジャブを見せます。お互いジャブを突き合いました、両者とも右構えです。白いトランクスが小堀、黒いトランクスがシャクソンです。さあ出ていくのは小堀か、シャクソンが打ち返す。残り10秒を切りました第3ラウンドです。左から右、右のフック、ジャブの打ち合い、ここで第3ラウンド終了です。本邦選手に決定勝です。エヴァ・マナズ様、松尾栄様、清水様、本邦の会一郎様より本邦選手に決定勝が贈られます。また両選手に日本テレビ放送の株式会社より記念が贈られます。県伊勢原市にある明蔵寺の副住職の肩書きを持ちますセンターのご自分のシャクソン善友、月曜日から金曜日までは都内にある日蓮宗の事務所で働き、週末は実家に帰り王子の手伝いをしている異色の僧侶ボクサーです。さあ試合は第4ラウンドを迎えています。第3ラウンドは両者とも前に出てきての打ち合いになりました。手前黒いトランクスがシャクソン、右側に移りました白いトランクスが小堀です。黒いトランクスのジャクソンは2ラウンド3ラウンド相手の動きを見極めてから自分の攻撃を決めたいと話していました。さあ第4ラウンドに入っています。このラウンドでどのように出てくるのかシャクソンが決めます。
今はバッティングの注意が与えられました。試合は中盤第4ラウンドに入っています。左フック。第1ラウンド第2ラウンドと白いトランクスの小堀がペースを握っていきました。第1ラウンド序盤の右のパンチで一気にペースを握った小堀です。しかし第3ラウンドから黒いトランクスのジャクソンも前に出てきました。さあ第4ラウンド、ここは再びバッティングの注意が与えられました。減点の対象になるぞというそういうレフェリーの注意がここまで聞こえてきました。左のフック、ジャクソン、右から左、冷静にコンビネーションを打っていった小堀です。左、細かいパンチを打っていこうというジャクソンです。ここに右を当てた小堀、右から左、左を打つ、頭を振って中に入っていこうとします。ファイタータイプのジャクソン、身長でも小堀が4センチ上回っています。小堀の懐を狙うように頭を振って中に入っていこうというジャクソンの動きが見えます。左のボディ、ようやく体勢を低くして小堀のボディを打っていきました。振り下ろした小堀のワンツー、右、左、細かいパンチ、小堀がまとめるか、右のフック、右ラッパー、ワンツーを返しジャクソン、左を打つ、ワンツー、左から右、一瞬バランスを崩したジャクソン。ここで再び小堀の目の上の傷が開いてきました。カットした傷、バッティングによるカットした傷です。目に入ると一気にこれは小堀にとっては不利な状況になってきます。先ほどのラウンドはうまく血は止まっていたんですが、またやや出血があるでしょうか。左打つ、ああ流れ落ちています。鼻のあたりまで血が滴り落ちてきました小堀です。目に入るとこれは小堀にとって視界が狭くなりだいぶ不利になってきます。そしてこれ以上傷が開かれると試合が止められるという可能性もあります。かなり深い傷を負っている白いトランクスの小堀です。ワンツー、容赦なく顔面にパンチを打ってくる黒いトランクスのジャクソン、右から左、残り10秒切りました。第4ラウンド、左から左のダブルから右を打っていこうとしました。右ナッパー、第4ラウンド終了です。小堀の右の目の上の傷が再び第4ラウンドで開きまして血が流れ落ちるシーンが見られました。このまま傷が広がると試合が止められるという可能性もあります。赤コーナー門指宝石ジムの小堀雄介です。一方第3ラウンド第4ラウンドからペースを盛り返してきましたセンター美佐子ジムのシャクソン全入です。試合は後半折り返し第5ラウンドを迎えます。58キロの契約ウェイトで行われます8回戦は第5ラウンドを迎えています。白いトランクスが小堀雄介、黒いトランクスがジャクソン全雄です。小堀がこれが初めての8回戦、一方のジャクソンはこれが2度目の8回戦ということになりますが、前回の試合は8ラウンドの判定負けを喫しています。今日の試合で A 級初勝利を狙っている黒いトランクスのジャクソンです。まずは冷静に左を突き合います。右構えの両者です。第1ラウンドこそペースを奪った小堀ですが、第2ラウンドにカットしたその後からややペースが落ちてきました。さあ第5ラウンド左、ここは打ち合いになります。右が当たった、ジャクソンが出る、ジャクソンがバンジャー出る、左フック、しかし小堀も耐えて、そして細かいパンチを返していきます。打ち合いになりました、打ち合いになった左、細かいパンチ打ち合う、左右当てる、ミラッパー突き上げるジャクソン、左から右、小堀もワンツー、外からのフックを打っていく、左を返していきました。ワンツー、手を伸ばしていきます。低い姿勢になって打っていく、左のフックはジャクソン。さあそしてここで再び傷がだいぶ開いてきたでしょうか。小堀の出血が広くなってきました。小堀の傷は幅2センチ、静脈を切ったので出血はさほどでもないが、同じ箇所を何度も叩かれると心配な状態になるという傷です。コミッションドクターのそういう判断があります。左のフック、
試合を止められる可能性もあります。血が再び落ちるようになってきました。第5ラウンド右当てるシャクソン前に出てきます。半分を経過しています。ここで試合が止められるとテクニカルディシジョン負傷判定ということになります。さあグラブを合わせてもう一度小堀の自らの鮮血で顔が赤く染まってきました。容赦なくそこにパンチを打っていくシャクソンです。左から右左から右小堀も落ち着いてパンチを返していきます。シャクソンはこれまで負けた試合は全て青コーナー演技が悪いので今日はトランクスを変えてきたと話しています。トランクスを変えてジンクスを破りたいと話していたシャクソン前優。このラウンド容赦なく小堀の顔面にパンチを当てていきます。距離を詰めていく。第3ラウンド以降積極的に前に出てきましたシャクソンです。いやいやを伸ばす小堀ワンツー小堀ワンツーミーナッパー距離を詰める接近戦だった。ワンツー細かいパンチを当てていきます。ミーナッパーミーナッパーワンツー左の服コラックを切る右大きなパンチは小堀。残り10秒を切りました。第5ラウンド左四つミーミーのストレート左から右ワンツー第5ラウンド終了です。第5ラウンドは接近戦での打ち合いが見られました。このラウンドでさらに小堀の傷が開いたでしょうか。かなり血が流れ落ちるという小堀の右の目の上の傷が広がってきています。今はこうやってトレーナーの手によって血は止められていますが、再びラウンドが始まるとシャクソンのパンチが容赦なくこの傷を襲ってきます。もしこれで開いて試合が止まるということになると負傷判定ということになります。試合は第6ラウンドを迎えます。白いトランクスが門指宝石ジムの小森雄介20歳です。千葉県四街道市の出身。現在4連勝中。この試合に勝つと5連勝ということになります。一方黒いトランクスはセンター美佐子ジムのシャクソン前優23歳神奈川県伊勢原市の出身です。実家は伊勢原市にある明蔵寺です。その副住職の肩書きを持っている僧侶ボクサーの黒いトランクスシャクソン前優です。シャクソン前優というのはリングネーム。本名は阿部前優と言います。仏教の創始者釈迦からこのリングネームを得たと言います。普段は日練習のジムで働いているというシャクソン。第3ラウンド以降から積極的なボクシングを見せています。しかしなかなかまだこれといったクリーンヒットを当てられていないのが現状です。このラウンドも積極的に細かいパンチを出していきますシャクソンです。それを受けるような形か小堀左のジャブジャブの付けから右リング中央にいます。両者左のフックを返すシャクソン右シャクソンの右シャクソンの右が当たりました。リング中央での打ち合い展開されています。右またここで小堀の傷が開いたでしょうか。いやまだこのラウンドは大丈夫です。右のボディを打つ左を振り下ろす身長体格では上回っている小堀です。その小堀の懐を狙っていくシャクソン左ワンツー右右ナッパー誰やってる右ナッパー右のフック左のフック小堀の左のフックワンツーシャクソン残り1分を迎えます。第6ラウンド右ナッパー左から右右のフックを返す小堀。このラウンドはまだ傷の影響はありません。小堀右のフック頭をくっつけます。両者接近しての打ち合い左のフックが当たった小堀6勝のうち3つの KO 勝ちもあります小堀です。右のフック左からボディを狙っていこうという小堀でした。
残り30秒第6ラウンド左の突き合いになる足を使って回っていきますシャクソン左から右身のフック左を返したシャクソン顔面を叱りました残り10秒左から右右のボディこぼれが出るか左から右だパンチをまとめていく第6ラウンド終了です青コーナーシャクソン前優目標は日本ランカーになり日本タイトルに挑戦すること住職になるためには35日間の修行が必要になりますしかし今はそんなに長期間練習を休むわけにはいかないボクシングをやっていくんです今はと話していたのが僧侶ボクサー黒いトランクスシャクソン前優です試合は第7ラウンド終盤を迎えています白いトランクスの小堀はこれが初めての8回戦初めての第7ラウンドということになります現在は松戸のジムの寮に入っています白いトランクスの小堀寮に入って1年2ヶ月寮に入ってからは毎日寮のメンバーと走り込みをしているだからまあスタミナには問題はないでしょうと話していた白いトランクスの小堀です白いトランクス小堀が迎える初めての第7ラウンドです右を打ちます左ここまではスタミナが切れるというシーンは全くありませんでした白いトランクスの勝利です未知なラウンド第7ラウンドに入ってどういう展開になるのか一方の黒いトランクスのシャクソンは前回第8ラウンドまで経験しています前回は格上とのボクサーとの間相手対戦序盤から気持ちで負けてしまい今日はだから闘志負けない気持ちでボクシングをしたい粘り強いボクシングをしていきたいと話していた黒いトランクスのシャクソンです試合が後半に入っています白いトランクスが小堀黒いトランクスがシャクソンです第1ラウンドに一発のパンチでペースを握った小堀第3ラウンド第4ラウンド以降はシャクソンも前に出てきましたそして第2ラウンドにカットした小堀の右の目の上の傷ここでさらに広がったようですコミッションドクターがその傷の具合を見ますかなり深く広がっています止められる可能性もあるほど広がっています今じっくりとそのコミッションドクターがその傷の具合を見ます先ほどは幅が2センチという話でした見るからにその深さもありそうにも見えました血は止まったようです試合が再開されます試合再開第7ラウンド白いトランクス小堀黒いトランクスシャクソン左を吹くワンツー小堀のパンチが当たりました追っていくシャクソン距離を詰めていこうというところ右の服左左は小堀ワンツー左小堀の左そして右のアッパーシャクソンも返す右のストレートワンツー小堀ワンツー終盤のこのラウンドに入ってもう一度小堀の傷の具合をチェックするというシーンがありましたこれ以上傷が広がると試合が止められる可能性も大いにあります右四つ右のアッパーシャクソンがコーナーで詰めていくいや小堀が詰めていく左から右左を返す小堀残りわずか第7ラウンド右から左パンチを当てていきます小堀です左のボディ右のアッパー距離を詰めていくシャクソン左を打ちます左ラウンド終盤です左のボディ右のフック小堀がパンチを当てる左フックシャクソンの左のフックワンツーは小堀
勢から打ってきました。打ち下ろす小堀。ここで第7ラウンド終了です。試合は残す第8ラウンドのみということになりました。契約ウェイトで行われる8回戦は最終第8ラウンドを迎えます。角海老宝石チームの小堀裕介、現在急成長中の20歳です。現在4連勝中、今日の試合に勝って5連勝を目指します。一方センター美佐子チームのシャクソン全優、この試合が2度目の A 級、しかし前回は8ラウンド判定負けをしています。今日の試合で A 級初勝利を目指します。僧侶ボクサーのシャクソン全優。第8ラウンドが始まりました。白いトランクスが小堀、黒いトランクスがシャクソンです。第1ラウンドにペースを奪った小堀、しかし第3ラウンド第4ラウンドに入ってシャクソンもペースを取り返してきました。第5ラウンド以降に入ってからは両者とも拮抗した打ち合いになっています。そして第2ラウンドに小堀の右の目の上のカット、その後何度か傷が広がるようなシーンもありましたが、なんとか血が止まっています。ここまでなんとか持ってきました小堀の右の目の上の傷。さあ試合は最終第8ラウンド、現在もリング中央で細かいパンチ打ち合い、接近戦での打ち合いが行われています。左を打っていきます。小堀が打ち合いの中で得意の左フックを当てることができるのか、それとも積極的に前に出ていくサクソンのボクシング、懐に入って細かいパンチを打っていきます。左から右、右のパーから右のフック、左フック、小堀が出る。しかしシャクソンも左を当てた。左打ち合いになります。最終ラウンド右、6回戦も2勝しストレートで A 級に上がってきた小堀、現在4連勝中の勢いがあり、しかしここで試合が止められた。小堀のパンチが当たったところで試合が止められました。小堀裕介 TKO 勝ち。第8ラウンドです。小堀のパンチがまとめたところでレフェリーが試合を止めました。現在4連勝中の小堀、これで5連勝ということになります。今日が A 級デビュー戦だった小堀、第1ラウンドにペースを奪い、そして試合もラウンドが進んでもずっとパンチをやめることなく打ってきました小堀です。その積極的な攻撃的な姿勢もありました。第8ラウンドにレフェリーが試合を止め、 TKO 勝ちを収めています。58キロで行われた契約ウェイトの8回戦、角海老宝石チームの小堀裕介が見事5連勝を果たしています。今その右手を高々と上げられました。第2ラウンドの右の目の上のカットもありました。しかし焦ることなくしっかりとしたボクシングを展開してきました小堀。一方敗れたシャクソン、 A 級での初勝利はなりませんでした。58キロの契約ウェイトで行われました8回戦は、角海老宝石ジムの小堀裕介が見事 TKO 勝ちを収めています。